じゃあ椅子1個借りてって、外野あんな硬い椅子だったけど外野何でもいいよ、持ってる。9時34分。あと給水も。9時34分。はい。水だけ、水だけ自分で持ってってね。ガヤちょっと給水しないから悪いけど。大丈夫です。取れたら昔。取れたら行くから。34分。30分。初年駅だね。9時35分。関東大会行ってたんだって言ってよ、うん、ダイオンズに間違えてたんだよ、ね、関さんの山田さんから三島さんからあのただいまの試合なんとか球場ですか、ええいや山田さんのね、うん、そういうのことをね、うん、かけてもらうつもりだったら、ね、関さんって言ったんだよ、うん、関さんかけたら関東行ってるよ、あそうだよ、これもらってない。あれ、三沢さんも横ればいいんだけど、先はな。
美里さんじゃねえや、美里さんも。なんか、うまいいやいや、山崎さんがちゃんと写真撮ってたから、僕らもあれば一緒に送ったらいいかなと。でもさ、喜ぶでしょ、これ、ちゃんと内外語で書いたみたいです。会社に否定する。これ足りなくて。
三塁手を取りに行くしかないでしょ。絶対三塁手儲かる。そう言い切ってたな。ファールボールだから、ファールだから。やっぱり三塁手が取りに行かなきゃ。今日はね、今日はね。とにかく最近のプレークの真似してね、行かないんだよな。キャッチャーだってこっちに拾いに来ねえんだよ。どうして死んやりが空いてるの？だったら5番勝負だな。まあ、もう若干ボールないけどですね。振り食うから。なんで一塁手追わないで一塁手。自分を超えたやつは超えて打てやんな。あ、もうずっとあった。いや、なんか偉そうなんか言ったもんな。言わなきゃいいよ。野球やっちゃうんだよ。バカにしてくんだよ。
けないよ。入られへん。いや、職人のみんなが声かけたからね。これでよったらもう、あれ、三振勝っちゃうよ。おい、笑ってみても。いや、もうね。ダイソー使わずにいいのよ、とかね。テンポラリーランナーにダイソーを使う。テンポラリーはダイソーダメだよっていうのですよ。来年からね、の守備交代。どうすればいいんですか。だから守備を交代してキャッチャーにして、あえてテンポでランナーという手がある。あれで行きましょう。次の人はちゃんと球取ってやりゃいい。いや、そういうところに限って、もっともっと
バタバタしてるんだ。はぁ、そこしか行かない、そこしか行かない。もう三振取りしていいんだよ。あー、行くんだよ。はい、立てよー。はい、立てよー。バチプレイ。選手の交代です。オアシスかセカンドが交代します。ユニオンナンバー9番に変わります。見る人いないよ、見る人いないよ、ね、セカンドだよ、セカンド4、4の4、それだけの違いな。Yeah.
勝負してくれるからいいよ。中間。ラスト！
あれじゃない、一試合終わるじゃない。暑いでしょ。心配したらもっと暑いと思うよ。これ暑いよ。本当殺されちゃうよ。この間。80分できるの？決勝は80分でしょ。この間も暑かったよ、ね。四審だったから全部出てる全部。あれも痛すぞ。あれも痛すぞ。最後の試合はね、ダウンしてた。あの。出して、うん、いや、この間もそうだったね。僕が休止やった時はもうあれチェンジになったから帰ってくる。次の試合のメンバー表も出しても大丈夫ですよね。長井さん、メンバー表出す。もう、うん、そうだよ、よし。ちょっと帰り最初やっててもらって。カール割りくらいか。ミリルなんだけども、立ち会って。立ち会っていいですよ。だけ預かって。ごめん。ごめん。12個だね。はい、12。ごめん。いや、審判の人だと思って喋ってたわけ、今。コイントスは、後でまた声かけて。コイントスやります。いや、悪いやで。新田さんがどう思って話してたんだよ。はい、違う、関さんだ。
そっちで言ったらもっと暑い。暑いよ、もう死ねないから。もっと暑い。もう一回ごとください。僕も休止やったら、チェンジごとに出してもらった。休止やったら、休止だけでみたいな。ほんとね、休憩タイム10分で取るでしょ。審判も用意してくれ。審判だってさ、10分間何にも飲めないでやってんだからさ、一回笑っとって。そうですよね。間違いだから、つけも来てたんで。そうそう。違う大変だな、ね、来てるからさ、動物来てるからさ、そう、暑いよ、抜けないからね、追い込んでるよ、本番終わったよ、はい、このテントの中って意外と暑いんだよね。じゃあ水飲みたかったら言って。水飲みたかったら言って。どんどん、どんどんがいいよ。チェンジになってもいいよ。チェンジことで。8番の台だね。9、1。
代打です、はい、荒木さんに代わりましてユニオンナンバー21番、はい、ちょっと歩くとダメだよ。もうフラフラだよ。きついんだよ。きついんだよ。上着着けて。きついんだよ。中に入って。サード、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 
佐藤に渡せばいいんだ。あったほうがいい。悪いね、永井さんね。
言いにくかったけどもさ、こっちにいると知ってる、みんな知ってるから嫌なの。パソコンに。お腹いってほしいよ。よし、配ってきて言ってくるわ。じゃあ、3人で行くよ。たまに。そう。最低限もね。僕は中学校にはね、あげたんですよ、医者と。あ、そうなの？うわ、すげえな。32。